アナベルなんかだとこうまん丸くこんもりなるじゃないですか。そうではなくて、これはちょっと20年以上前ですけど、これ出荷してたんですよね。で、なかなか思い出深い植物です。例えば挿し木、挿し芽、あと鳥木とか株分けもそうですね。葉っぱにも薄く紫色の模様が、模様じゃないね、色が入るんです。まあヒロハマウンテンミントで覚えた方が日本人的には覚えやすいでしょうね、という植物です。こんにちは、なおかえんげいです。本日お届けするのは7月のおすすめ植物5選です。さあ皆さん、暑いですねもう笑っちゃいますね。この暑さですからね、まあ私も今日ちょっとこういうラフな格好で、短パンと半袖というラフな格好で、申し訳ないなと思いながらもお届けしております。皆さん、ガーデニング楽しむのはもちろんいいんですけれども、今は自分の体のコンディション、これを最優先にしてください。先日私もですね、久しぶりにお休みをいただきまして、友達とね釣りに行って、その後じゃあバーベキュー、釣ってきた魚を焼いてバーベキューとかね、食事会をみんなでしようって言ってたら、一緒に行った友達が熱中症でダウンしましてまあその場で倒れたわけじゃなくて、ちょっと体調悪いから夕方行けないってね、というアクシデントもありました。だから普段ね大丈夫だと思っていても、やっぱり体っていうのは自分が気づかないうちに悪化しています。我々外の仕事をね春からずっとやってきて、まあ今年諸事情によりまして私2ヶ月遅れたんですが、それでもねやっぱりしんどいなと、頭痛が多少する時もありますので、ぜひ、暑さに慣れていない皆さんはコンディション最優先、自分の体のことを最優先に考えてください。そして無理をしないこと、これはもう絶対条件ですね。もう昨今のこの異常気象、異常な夏の暑さ、まあ本当にきついですからね。ぜひ皆さん体調管理、そして無理をしないということを、心がけて、これが一番目の優先事項ですね。でその上でガーデニングを楽しんでいただきたいと思います。そんな中のお届けする5つの植物です。これから何を植えようかなと思ってらっしゃる皆さん、参考になるかと思います。最後までお付き合いをお願いします。それでは本日もどうぞよろしくお願いします。それでは一つ目です。行ってみましょう。一つ目から大物が来ましたね。はい、これはアジサイ、西洋アジサイの水月と言います。特徴はこうですね、とんがってる感じ、わかります？アナベルなんかだとこうまん丸くこんもりなるじゃないですか。そうではなくて、これはちょっととんがって咲くので、別名ピラミッドアジサイと呼ばれています。さあ、普通のアジサイと違ってちょっと木っぽくなるんですね。まあ、木になるんですよね。だから地植えにしてそのままにしておくと、おそらく僕の身長は楽に超えますね。2メートル以上にはなります。でその2メートル以上になった姿、一回僕見たことがあるんですが、まあすごい迫力で美しいですよ。ぜひ皆さん、地植えにして木として、植木として育てていただくのもいいんじゃないかなと思います。鉢植えでももちろんこうやってやって迫力が出て美しいですけれどもね、花もいっぱい咲きますしおすすめなんですが、ガーデナーの私からするとやっぱり地植えにしてこそこの威力を発揮するアジサイじゃないかなと思っています。そしてこのねお花がそのうち、なんて言うんでしょう、色変わってくんですよね。ピンクになってくんです。アンティーク調のピンクって言ったらいいのかな、になりますので、その色の移り変わりがまあ美しい、美しいね、本当に綺麗なんですよ。でそれをドライフラワーにして、なんか活用することもできますしね。名前の通り水月、6月ぐらいから咲き始めるアジサイですから、都合6、7、8、9、10ドライフラワーにすればもっと長くね、半年以上は楽しめる、実にコスパの高い植物ですね。園芸用の植物じゃないかなと思います。で丈夫なんです。日当たりのいいところでも意外と育っちゃいます。アジサイというとね、なんとなく半日陰、明るい日陰の方がいいんじゃないっていうイメージですが、日向でも意外と平気です。そこがいいところですね。庭木として使えるところじゃないでしょうか。最初の年とか3年ぐらいは若干傷みますね。傷むんですけれど、そのうち順応していってくれるので、植木と日当たりのいい場所でも、まあ、育てることができるんじゃないかなと思います。まあ、本当に先ほども言いましたけど、迫力のある植物になってくれます、植木になってくれますので、ぜひ皆さん活用していただきたいなと思います。ただし
冬は葉っぱが落ちてしまって落葉してしまうので、まあ、そのことも考慮に入れて植栽するといいでしょうね。例えば目隠しに使いたいなんていう場合はちょっと冬は不向きかなと思います。その辺も考慮に入れてください。あとは水切れをさせないことね。特にあの花芽がついて花が咲いている期間じゃないな花芽がつき始めて見え始めたら水切れはさせないことね。本当に水切れさせちゃうとね、途端にこの花がねチリチリになって綺麗じゃなくなっちゃうんですよ。だから水切れは厳禁というふうに覚えておいてください。だからまあそれを考えると庭植え地植えの方が楽じゃないかなと思いますけどね。ついつい鉢植えお水やり忘れてしまうこともありますので、その点ご注意ください。それでは一つ目、西洋アジサイ水月でした。2つ目です。2つ目の植物は一年草をご紹介しようと思います。これはダールベルグデージー、とかチモフィラと言います。昔ね、僕20年以上前ですけどこれ出荷してたんですよね。で、なかなか思い出深い植物です。その当時これを植え替えをしたりなんだりしていると春菊の匂いがするんですよ。だからそれがね非常に記憶に残ってるんですね。だからこの僕春菊の匂い嗅ぐとアチモフィラとかねダルベルグデージーだって思うぐらいどうもね擦り込まれています。というようにまあ香りを、この好き嫌いありますけどね、この匂い好き嫌いはあるんですけれども、まあこの香りを楽しむというのもガーデニングの一つだと思いますので、ぜひ、皆さんこの香り嗅いでみてください。さあそして夏のこの黄色いお花ってね意外と貴重なんですよ。あんまりないんですよ黄色いお花って。だから、この小花で黄色なんて特にね他に思いつくのメランポジウムぐらいかな、まあサンピタリアがあるか、数少ないので、あとこの繊細なね姿も、可愛いので、ぜひ、おすすめしたいですし、昔からある植物ですが人気がずっとあるっていうのがうなずけますね。乾燥にも強いし、乾燥させすぎはダメですよ。シナンとなるまで乾燥させちゃダメですけれど、乾燥にも強いですし夏の暑さにも強い。もちろん日当たりのいいところで育てていただければ OK ですので育てやすいんですが、ただ一つ、ただ一つ問題がありまして、これは私出荷してた時もちょっと面倒だなと思ったのが、先柄を摘まなければいけない。うん、そうなんですよ。どうもねこの先柄が汚くなってしまうので、そのだけ手間がかかるな。出荷前なんか特に綺麗な姿にしなきゃいけませんでしたからね、こまめに先柄を摘んであげる、綺麗な状態にしてあげなければいけません。ただそれが面倒くさければ、半分ぐらいにこうギュッて束ねてざっくとね刈り込んじゃうっていう手もありますたくさん植えてあったらねそれがいいんじゃないかなと思いますね。ですので、少し先柄が汚く目立っちゃうので先柄摘みだけはこまめにしていただきたいと思います。で、冬の寒さ、これはねなかなか耐えづらい。僕が住んでる静岡県浜松市でもギリギリ難しいかなっていう感じです。ですので、まあ、一年草という扱いで僕はいいんじゃないかなと思っております。ぜひ貴重な夏の黄色い小花楽しんでいただければなと思います。では2つ目、ダールベルグデージー別名チモフィラでした。3つ目です。3つ目はコリウスです。コリウスの中でも栄養系コリウスと呼ばれるものたちですね。ではここで皆さんよく聞くでしょう、栄養系なんちゃらね。お店なんかでもラベルに栄養系なんとかって書いてあるのよく見ると思います。で、何それって思うじゃないですかさあその、疑問にお答えしましょう。まず栄養系と未消系というものがあります。で、栄養系というものは種、簡単に言うと種で
増えないもの、種で増やしたものではないことです。例えば挿し木、挿し芽、あと取り木とか株分けもそうですね、あとは何がある、成長点利用したクローンか、そんなものもありますので、その交配による、交配して種ができて、それを種をまいて増やすものではないものを栄養系と言います。で、反対に未生系というものは、今言ったように、種で増えるものという種類に分かれます。ですので、これは栄養系のね、いいところっていうのは、親の遺伝、例えばこれね、この色がすごい綺麗ってなった場合に、これがもうそもそも花つきにくいんですけれど、花を咲かせて、種をつけてそれをまいたところで同じ色が出るとは限らないんですよ。だいたい他の色になっちゃう。なので栄養系っていうのは、これ挿し木ね、ちょんと芽を取って挿して増やすと、そうすると全く同じ色が出るんですというメリットがありまして、その安定して供給ができるという、これは生産者側の、メリットが多いんですが、安定した、色を作れるという、安定した親の遺伝を引き継いだ個体を作ることができるごめんなさい、専門的になっちゃいますが、というのが栄養系というものであります。そして、まあ丈夫ですね。一つのポット内で大株になるので、少し隙間を空けて植えておくっていうのがポイントだと思います。そして日当たり、僕のイメージだと明るい日陰ぐらいが綺麗かなと思うんだけれども、日当たりでも問題ないですね。今私の、お店でも日がガンガンに当たるところに置いてやってありますが、見ての通り綺麗ですからね。まあ今年のこの7月半ばぐらいの暑さでも問題なく、育ってくれています。というわけで、コリウス、花が咲く植物もいいんですが、外に出て咲き殻摘み、なかなか難しい僕は好きだからやるけど、なかなかね、人の体へのダメージもありますので、中にはこういったカラーリーフプランツというものを取り入れて、まあ省力化ですね、夏の省力化、ガーデニングの省力化というものを取り入れてもいいんじゃないかなと思います。あと色数豊富ですね。まあこれ今回3色こうやって用意しましたが、まあどのくらいあるのかな、100種類は僕楽にあると思うというぐらい花色が豊富ですので、園芸店さんなんかに行った時に、その花色じゃないね、葉っぱの色から選ぶ楽しさっていうのもあると思いますので、暑いですが熱中症対策、暑さ対策をして、暑い今でも頑張って園芸店さん行ってみましょう。そして選んでみてください。冬の寒さちょっと苦手ですね。僕が住んでる静岡県浜松市ではなんとか超えますが、できれば、10度以下、そうだな、5度以下かな、5度以下になったらもう寒さが避けれるようなところ、まあ、玄関の中とかですね、ビニールハウスがある方はビニールハウスの中とかに取り込んであげた方が、まあ、冬越しは無難にできると思います。寒さ対策だけちょっと気をつけてあげてください。それでは3つ目、栄養系コリウスでした。4つ目いってみましょう。4つ目は観賞用唐辛子の名前なんだったっけ、カリコという名前です。僕パープルフラッシュだと思ったんですけどね、カリコという品種です。違うんでしょうねきっとね。特徴としては、今パープルと言いましたが、もうね、葉っぱにも薄く紫色の模様が、模様じゃないね、色が入るんです。でこれがねすごく涼しげで美しい、だから僕大好きだったんですよね。カリコじゃないけどパープルフラッシュっていう品種は昔作って出荷してたこともあります。で、こんな感じでお花、紫色のお花が咲いて実がつきます。だから何でしょうね、カラーリーフプランツとしても楽しめるし、花も楽しめるし、実も楽しめるという三拍子揃ったね、僕は素晴らしい植物だなと思っています。
観賞用唐辛子、暑さにものすごく強いですからね、夏のこれからもうね、梅雨明けの、日差しが強い中でも元気よく日向で育ってくれます。そしてこの涼しげな色いいですよね。まあ寄せ植えなんかにはもってこいの、植物じゃないかなと思います。で、育て方はもう本当に何でしょうね、水切れをさせない以上そのぐらいです。暑さにも強いですし、あと虫もそんなつかないですからね、これ不思議ですね。普通に野菜育ててるとね、皆さん虫に苦労するんじゃないかなと思いますけど、観賞用唐辛子そんなつかないんですよね。これなんででしょうね、美味しくないのかな虫もなんか美味しいとかね、味がわかるのかもしれませんね。ですので、まあ育てやすい、すごく育てやすいですし、育てやすいっていうことは手がかからないじゃないですか。手がかからないってことは夏のね、ガーデニング、これを省力化できますので、ぜひ皆さん、観賞用唐辛子お庭に迎えてあげるといいんじゃないかなと思います。夏の暑さには強い反面、暑さのせいでおかしくなってるぞ。冬の寒さ、これ苦手ですね。まあほぼ夏、冬越しはできないんじゃないかなと思います。僕が住んでる静岡県浜松市、比較的冬は暖かい地域ですが、難しいです。やっぱり冬は越えられませんので、それでもそうかな、僕のところでは11月、うまくいけば12月ぐらいまでなんとか綺麗ですからね。まあコスパが高いです夏の省力化、そしてコスパの高い植物ですので、ぜひ園芸店さんで見かけたら、購入して植えてみてください。それでは4つ目、観賞用唐辛子カリコでした。最後です、5つ目の植物はヒロハマウンテンミント、別名ピクナンテマムだったかな、だったと思います。まあヒロハマウンテンミントで覚えた方が日本人的には覚えやすいでしょうね、という、植物です。名前の通りミントの香りがします。そして、モヒートに使ったこと1回あったかな、ありましたね。そうそう、モヒート使いました。ハーブとしても使えますので、爽やかないい香りがします。ぜひ使ってみてください。こんな感じでね、なんて言うんでしょう、去年の残骸というか残ってますけれどね、こうやって、まあこんな感じで冬は枯れてしまいます。地面の地際ね、地面のスレスレのところで新しい芽が来年用に頑張って冬寒さに耐えているんですが、冬はこの地上部、このね大きく育った地上部が枯れてしまいますので、それを冬に刈り取る、これだけですかね、手間は。これだけは一手間かかりますが、その他は病気にもならず、虫もそんなにつかず、頑張って夏の間育ってくれます。そしてさあ観賞する場所、上から見てみましょう。こんな感じ、白い粉砂糖を振りかけたようにね、ふわっと柔らかい感じで全体にこの白く色づいてくれます。まあ実に綺麗ですよ。僕がよく組み合わせるのは、ホワイトレースフラワー、あれと組み合わせます。ホワイトレースフラワーのお花が満開になって盛りが過ぎてくると、だいたいこれの色がついてくるんですよ、白く。で入れ替わりになってくれるっていうね、そのうまくこう交代をしてくれるので、ホワイトレースフラワーとの組み合わせっていうのはおすすめです。高さ的にもちょうどいいんですよね。また後で画像ありましたら出しますけれども、ぜひそんな組み合わせ参考にしてください。あとよくね、これ増えすぎてっていう声を聞くんですが、増えます、確かによく増えます。地面を張っていってよく増えるんですが、これ以上増えちゃダメっていうところで簡単に引っこ抜けるんですよ。引っこ抜けるというか、ベリベリって剥がせるというかね、まあそんな感じですので制限はしやすいと思います。よく僕もね、年間の管理をしているお客様のところに数件植えてありますが、まあ、これ以上育ってはダメっていうところまで行ったら、そこからはこうかわいそうだけどちょっと掘り取ってあげるとか、引っこ抜いておいてあげるとかね、そういうふうに制限ができますので、意外と制限はしやすい植物です。見た目に騙されないようにぜひトライしてみてください。あと切り花でも使えますね、これね。これがね結構増えるので、それこそ増えたら刈り取って切り花にしてあげると、まあ、爽やかな香りもしますし、見た目も爽やかですからね。夏の切り花ぜひ活用していただければなと思います。餅も結構いいですからね。
夏切り花結構持たないなくて困っちゃったなっていう場合は、これを庭に植えて収穫して楽しんでみるっていうのもいいと思います。で、冬は枯れてしまいます。先述したように冬は枯れてしまいますので、枯れた時には刈り取って一旦リセット、そして春からニョキニョキと伸びてきてくれますので、その姿も楽しんでいただきたいなと思います。乾燥気味の方がいいかな、やや乾燥気味の方がいいと思います。であと、まあ日当たりを基本好むんですが、半日陰、午後から日陰になる、午前中は日陰だけど午後から日向になるとかね、あと明るい日陰、あの大きい木の下なんかでも問題なく育ちますので、割とオールマイティーな植物じゃないかなと思います。ぜひ、背丈がちょっと大きい多年草や宿根草が欲しいなっていう場合、10面にするとだいたい、そうだな、1メーターまではいかないかな、1メーターをちょっと切るぐらいの大きさまでにはなりますので、そのぐらいの多年宿根草が欲しいなという方はこれ植えてみるといいと思います。おすすめの植物です。それでは最後5つ目、ヒロハマウンテンミント、ピクナンテマムでした。お疲れ様でした。以上5つご紹介させていただきました。なかなか、いい植物たちだと思います。今の絶対条件は暑さに強いこと、これですね。もうこれがうまくクリアできないとなかなか難しいで、それを調べるっていうのもなかなかこれ難しいですね。ですので皆さん、僕の動画見て参考にしていただければと思います。なかなか実際に植えて育てた人の言葉じゃないとね、信用できないと思いますので、その点私は信用できるんじゃないかなと自負しております。というわけで、夏の暑さ、本当に今大変な時ですが、冒頭でも申しましたが、熱中症対策本当に気をつけて、安全第一で楽しんでいただきたいなと思います。ぜひ、健康管理気をつけてください。私も含めて気をつけましょう。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。本日も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。